その日は朝からついてなかった。湯気いつきは幼なじみの小夏月真昼に呼び出しを食らい、高校の屋上にやってくるが、待っていたのは予想だにしなかった衝撃の告白。突然現れた光のゲートに包まれた二人、気づくとそこにはグランバニアと呼ばれる異世界が広がっていた。グランバニア、現実世界と並行して存在するこの世界は、星の乱れにより世界の危機に瀕していた。この魔法世界では人と人が交わると汚れが放出され、放っておくとそれは合体融合を繰り返し魔物になってしまう。そこでグランバニアでは星の力を借りて汚れをある場所に閉じ込めている。星屑の迷宮、迷宮の奥には蓄積されている汚れが溢れてしまわないように12個の聖樹が収められている。各星座の聖樹には汚れを吸収する力があるが、星の巡りにより120年でその力は失われてしまう。しかし聖樹が力を失うとき、この世界にはマレビトと呼ばれる救世主が現れる。異世界にやってきたイツキはその救世主。運命の螺旋は静かに回り始める。では早速12星座の巫女から紹介していこう。グランバニアの平和を守る12星座の巫女。巫女は聖樹が力を失うまでの120年間巫女の務めを果たし続けることになるんだ。おいナル、突然入ってきて何を勝手に進行しとるんじゃ。おっと、これは失礼、自己紹介がまだだったね。私の名はナルシスです。グランバニアの宮廷学者だ。ではマナ、十二星座の巫女について解説の続きを頼む。その上から目線的発言が少しイラッとするが、まあいいだろう。ちなみに巫女に選ばれた乙女たちはその時から120年間年を取ることがない、つまりずっとピチピチでいられるというわけじゃ。羨ましい限りじゃの。そんな星神の加護を受けた彼女たちも残念ながら直接汚れに立ち向かう力はない。その代わりにマレビトと星の子を作ることができる。星のことはマレビトと共に汚れを浄化する力を持つ戦士のことじゃ。マレビトと巫女がそれぞれ魂を器に注ぎ、2つの魂が絆で結ばれる儀式、愛好の儀。この儀式によって星の子は生まれる。愛好の儀をするには器となるマトリョーシカが必要じゃ。マトリョーシカにはいろいろな種類がある。儀式の時に使うマトリョーシカの種類によって生まれてくる星の子のステータスが変わるのじゃ。マレビトであるイツキは絆イベントで巫女と会話をして仲良くなっていく。巫女と仲良くなるとより優秀な子供を作ることができる。また相手となる巫女の星座月に儀式を行えば強い子が誕生しやすくなる。これは重要だから覚えておくといい。絆イベントでは時に巫女に対して強引なスキンシップも必要じゃ。純真無垢な巫女たちを相手に無夫婦で嫌な収まり行為なんぞ。マーナ、巫女についてはそのあたりにして、そろそろ星の子の話をしよう。なんじゃ、やっと話が面白くなってきたところじゃというに。マレビトと共に戦う星の子には様々な職業がある。ファイターやモンク、シーフ、マジシャンなど、それぞれ特徴も覚えるスキルも異なる。自分のプレイスタイルに合わせて職業を決めるといいだろう。それに星の子の編成や装備はおすすめ編成やまとめて装備などのコマンドで自動的に設定することも可能だ。おい、なるばかり喋ってたらあたいの影が薄いのよ。ならこの続きはマナに頼むとしよう。戦闘メンバーから外して独り立ちさせた星の子はグランバニアの街を発展させてくれるぞよ。街に新しいお店を開店させたり主人公に仕送りをしてくれるのじゃ。とまあ星の子についての解説は以上じゃ。うん、よくできました。だからなんでさっきから上から目線なんじゃ。星屑の迷宮の入り口は4つあり、春、夏、秋、冬の四季の迷宮に分かれている。
それぞれ四季の迷宮の地下10階まで到達すると、その先でさらに迷宮は三分岐し、各星座を司る12種類の最深部に続いていく。最深部には汚れ神が待ち構えていて、これを倒さない限り新しい聖樹を奉納できない。迷宮は汚れ神の力で、入るたびにその構造が変化する。その姿はまるで迷宮自体が侵入者を拒絶しているかのようだ。その上、迷宮にはトラップなどの仕掛けがわんさかとある。くれぐれも気をつけるのじゃぞ。迷宮では徘徊している汚れたちと戦うことになる。汚れとのバトルはマレビトと星の子、総勢13人パーティーによるわらわらバトルじゃ。男性でテンポよく展開していくぞよ。星の子は4人で1チームとなり、なんと最大3チームがバトルに参加できるのじゃ。戦闘は汚れの弱点方向をつくポジショニングが鍵となる。これを私たちはポジショニングバトルと呼んでいる。チームを移動させ、汚れの弱点となる方向エリア、つまりウィークポイントから攻撃することで敵に大きなダメージを与えられる。また移動した距離や行ったアクションはチームの次の行動順にも影響を与える。汚れを攻撃するとオーバーチェインゲージが上昇じゃ。ゲージを上昇させると汚れがチェイン状態になるぞよ。この状態の汚れは行動順も遅くなり、なんと攻撃のコンボ数上昇とともに攻撃ダメージも増加するのじゃ。さらに複数の汚れを攻撃してゲージを最大まで貯めるとオーバーチェインが発動するぞよ。そしてさらなる未知の力が、なんじゃ、神秘の力が。いや、でもこれは後のお楽しみでしょうか。なんじゃ一体。そこまで言っておきながらかなり気になるぞよ。ああ、わざと気になるような言い方をしたんだ。その力についてはゲームで確かめてほしい。ちなみに星の子は各チームに対するオーダーを設定しておけば、オートプレイで主人公以外の戦闘を自動で進めることも可能だ。また全力で撃退、チェーン優先などのコマンドで主人公と星の子がどのように戦うかも設定できる。オープニングテーマはナノデスティニー12回目の奇跡。そしてエンディングテーマはマリナバース悠久の巡り星。素晴らしいラインナップだね。コンセプションだ。せっかくあたいがかっこよく締めようとしたというに、おいしいところを持っていきよって。すまない、ついな。ついってなんじゃ、意味がわからんわ。マナ、もうそろそろ時間のようだ。なんと、ちょっと待つのじゃ。あたいはまだ喋り足り。コンセプション、俺の子供を産んでくれ。4月26日発